You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 201. Welcome to Her Confidence Her Way Podcast, a place to talk about creating your passion-driven work, leveling up your mindset, and living a purposeful life that you always wanted. Hey, girlfriends, I am your host, Emiko Rasmussen. 15 plus years of corporate career woman turned into an entrepreneur who now coaches hundreds of Japanese working women, helping them to grow their passion and a side hustle with confidence. I will tell you the truth. There is no overnight success. I mean, if it is that easy, then everyone is having their dream life and a dream business already. If you're ready to do the hard work, and show up 100%, let's hang out right here, right now. Hey, girlfriends, how are you doing? And thank you so much for listening to Her Confidence Her Way Podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。皆さん、もう4月になりましたね。4月ってもう本当に春の訪れで、で、特に日本に住んでる方はもう本当皆さん綺麗な桜の写真とかをシェアしていただいて、私の住んでる場所では桜は見れないので、本当に写真からなんですけれども、楽しませていただいてます。どうもありがとうございます。そして、多くのリスナーさんからも本当にいつもポッドキャストを聞いています、応援してますっていうメッセージもいただいて、もう本当にありがとうございます。I don't know what else to say. もう本当に感謝の気持ちでしかなくて、もう本当に皆さんのメッセージにもすごく支えられるし、なんか本当に小地味の言葉が支えになりますって言っていただくんですけど、逆に皆さんからのメッセージが私は本当に支えになりますので、ありがとうございます。で、今日もこのエピソードの初めのイントロのところで、私ずっと今まで You're listening to Her Confidence Her Way Podcast Episode 100ってずっと言ってたんですね。だからなんか口でこうその100っていうのが慣れちゃって、でもう200、実はもうこのエピソード200に来てるんですね。200台に来てて、その200っていうのが結構苦労して、すごく意識しないと言えないっていうことに気づきました。200回の時は自分の中でわあ200回だと思って意識してたんですけど、なんか今日の時は普通にこう言ったらなんか100のうになりそうな No 200 みたいな感じだったんですけども、これ200回継続してなんか、すごい、自分ですごいなって言っていいですかすごいなっていうふうに思うんですけれども、私の中でこうやっぱりこれただ単にポッドキャストやってなくて、もうやっぱ私の中の本当にパッションだし、これっていうのもパッションも情熱だから、もう本当に心から燃えるほどの情熱とかがないと、これはっきり言うと続かないと思うんですよ。本当に続かないと思うんですね。そうだから、こう皆さんもね、こう何かやりたいなと思って、こうモチベーションが下がるっていう風に結構聞くんですね。モチベーションのキープの仕方っていうんですけど、モチベーションが何かっていうのをしっかりと分かっていないと、モチベーションモチベーションモチベーションって言ったって、なんか結局何みたいな、結局ただ単にモチベーションがないんじゃなくてこれはっきり言わせてもらうんですけど、言い訳の方が多すぎるから結局行動に移さない。だからモチベーションとかの問題じゃなくて、言い訳に逃げちゃったりとかするっていう人は多分まだまだいると思うんですね。でしかもこれ今この言葉を言った時にお腹にグッてグザってきた人たくさんいると思うんですよ。いい意味で、でいい意味で、こう来る人とかもいると思うんですけど、私の中でモチベーションっていうのはもう本当に自分の中でこのやりたいこと、ビジョンっていうのがすごくクリアで、もう考えただけでやっぱワクワクするし、もうやっぱハートがあったかくなる。私すっごくフィーリングを大切にする人なんですね。まあだからこそ多分すごい泣いたり、よく泣いたりするんですけど、すっごいそのフィーリング、なんか本当にもう手を心に当てて心の声を聞くとか、すっごくやります。もう本当に。で、最近はそういうなんか、
なんていうのか、こうユニバースとコネクトするっていうところでは、まあね、バイブレーションを上げるっていうところでも、本当にもう小さなことでも何でも感謝の気持ちを忘れずにしたりだったりとか、あとは自分の why をすごく大切にしたりとかっていうのがあるんですね。だからモチベーション、私にとってのモチベーションっていうのは、そのまず一つ目っていうのは、やっぱりすごくフォーカスがクリア、自分のやりたいものが何かっていうところはすごい分かっていることで、そしてもう一つがその burning desire もうパッションなんですけども、やっぱ何だろう、こうちょっとやそっとのことじゃめげないみたいな、ちょっとやそっとのことじゃなんか諦めないみたいな、そういうそのぐらいすごく大切なものっていうのは私はすごくクリアです。だから皆さんもそこがクリアだったら、別になんかそのわかんないモチベーションっていう、それは私の中でなんかいらないって言ったらおかしいけれどもね、なんて言うんだろう、こうモチベーションっていうそのドリンクがあるわけじゃないから、モチベーションがなくて、そのなんかエネルギードリンクを飲めばモチベーションが上がるとかじゃなくって、そうじゃなくて本当にどこに向かって走っているのか歩いているのか、何でもいいです、皆さんのね歩幅ペースがありますから、どこに向かってこう歩んでいってるのかがわからないと、そのなんかモチベーションっていうかもう迷子状態、なのはあるかなっていうふうに思うので、皆さんも自分の思い、熱い思い、もう本当に心にの声で、自分の本当にやりたいことって何なんだろうっていう、そこですね。で、もう一つ皆さんにリマインドしたいことがあるんですけども、それはこの自分の夢をダウングレード、こう価値を下げる必要って全くなくって、特に私たちがやることって、この今のこのリアリティ、現実に合わせて自分のね夢をダウングレードしちゃう人がいるんですよ。でもそうじゃなくて、やっぱ夢とかって目標っていうのは、こう自分の信念をもうしっかり持ってぐさっと、もう私はこれを歩むって、もう何だろう、こうよそ見をしないぐらいな、もうそのぐらいこうぐさっとね、こう刺すって、あの英語ではステーク、テントで風に飛ばないように、このなんかバーみたいなのがあって、これ刺しますよね、 It's called stake っていうんですけども、本当にそれをしっかりともう地面に刺すことによって、やっぱりダウングレードしない、自分の目標とかもダウングレードしないんですよね。あとは周りの人によって周りに合わせるようにしてダウングレードするとか、いろいろあるんですけども、皆さんは、ダウングレードしないでほしいなっていうふうにすごく思います。はい。で、今日のエピソードの、まあ、インタビューのゲストの方なんですけども、彼女もやっぱり初めはなんだかわからない。とりあえず、右も左も、とりあえず行ってみて前に進んで、で、特にその転職っていう仕事も、これだっていうのは、ずっと分かってたわけでもない、一番初めから分かったわけでもないし、しかも自分の強みなんて初めは分かってるわけないっていうふうにお話ししてくれたんですね。で、やっぱりそれってすごい、なんだろう、大切なことで、みんななんかそういうすごい人、成功してる人とかって、なんか初めからもうみんなクリアだったのかなと思うけど、そうじゃないんですよ。みんなゼロから始める。私もゼロから始めるし、今日のゲストの方だってもう本当にゼロ、迷子の状態からとりあえず一歩出て、そこからまた何かが折り返してっていう風にやって、今は彼女がその逆に本当にキャリア迷子になってる方たちのコーチをしているっていう感じなんですね。なので、You have a lot of support. You have a lot of people around you who can help you too. だから本当に一人で迷子になってる、その時間がもったいない。なんかもう時間はなくなったら it's gone, right?It's gone, really. So, what are you waiting for? okay? で、今日のこのエピソードを聞いて、何かのね、ヒントにつながっていただけたらいいなっていうふうに思います。Okay. Please enjoy my conversation with Noriko. Hello, Noriko-san. Welcome to Her Confidence Hawaii podcast. How are you doing? こんにちは。Konnichiwa, I'm very well. Thank you so much. How are you? Hi, doing great. じゃあまずはじめに自己紹介をお願いします。はい。
ビランティ・マキノ・ノリコと申します。現在、イタリアのミラノをベースに、仕事をさせていただいております。で私は、イタリア人の夫と、あと子供3人と一緒に暮らしておりまして、現在は国際エグゼクティブコーチをさせていただいております。で、お仕事の方はですね、今まではずっと20年ぐらい会社員をしておりまして、国内の外資系の会社、それから海外では、日本人一人で、それでも珍しい、マイナーな女性の管理職のようなことをしてきました。で、現在は女性のための国際エグゼクティブコーチということで、国内外に住む女性の方々が、プライベートとキャリアを両方とも充実させられて、そして成功と幸せを手に入れていただくような、そういったお手伝いをさせていただいております。本日は美子さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当にもういろんな国に、国で働かれてるんですよね。そうですね。会社員の時は、出張とか抜かして、その住所があったとか、何ヶ月プロジェクトで行ったっていうところを数えると10カ国ぐらい、ね。わー、10カ国。で、その行った場所全部、言葉も全て話せたんですか？いえ、話せるところもあります。アングロサクソンのところは英語で。はい。ですし、あとイタリアと中国はなんちゃってで通じるぐらいで。あとフランス語もちょっとできるんですけど、ミーティングとかはきついかなですね。で、あと韓国とか、インドとかそういうところは、ローカルラングエッジはできないです。なるほど。わあ、でもそれでもやっぱりいろんな国に行くのってすごいやっぱかっこいいなって思いますけど、やっぱそれだけ大変なことっていうのもあるし、そこで学ぶことっていうのもね、すごくたくさんあると思って、だからこそ本当にこうやって経験豊かで、本当にグローバルなバックグラウンドをお持ちのね、のりこさんがこのようにエグゼクティブコーチとして活躍されているのも本当に納得なんですけど、今までコーチングをする中で、なんか女性の多くが持つお仕事に対しての悩みとかって、何か共通したものとかって見えますか？はい、あります。多くの方々が、仕事されている方も含めてなんですけれども、私は本当に何がやりたいんだろうっていうことが、キャリア迷子になる方が結構多いんですね。なるほど。で、会社の同僚の方とかだと、多分そういったことをお話しなさらないので、わからないと思うんですけれども、実は私これでいいのかしら、このまま続けていっていいのかしらっていうのはすごくありますね。で、特に、やっぱり女性のライフステージっていろいろあると思うんですけれども、お子様が生まれたとか、はい、結婚されたとか、そういったことになると、特に私これから何をやりたいんだろうっていうのはあると思います。なるほど。で、実際に、ね、のりこさん実際にFacebook でのコミュニティも運営されていて、もう結構いろんな国の方というか、国に住んでいる、日本人の、ね、方が参加されてるなと思うんですけど、やはりコーチングをしていて、その、クライアントさんっていうのもやっぱどうですか、世界観というかグローバルのこういうなんか海外に意識のある方たち、または海外に住んでる方が多いですか、それとも日本にいて外に出たいなと思ってる方、どんな感じなんですか？両方いらっしゃいます。私のグループは結構海外の方も多くって、はい、で、やっぱり海外でいると、その特有の悩みとかあるじゃないですか、うん、そうですね、そういったことが、お互いに共感できるっていうのもありますし、あとは国内にいらっしゃってこれから海外に行きたいな、行きたいっていうのも、その駐在で行きたいのか、留学して行きたいのか、海外の会社で働きたいのか、国際結婚なのか、いろいろあると思うんですけれども、そういった方が両方ともいらっしゃる感じです。なるほど。そこでも大切ですよね。ただ漠然と海外に行きたいって思ってても、実際にそれが何かっていうのが分からないと、やっぱその一歩も出るのもやっぱ大変というか、ね、どこから始めたらいいのかっていうふうに本当に迷子になってしまいますよね。はい、そうですね。なので私もよく話しさせていただいているんですけれども、まず自分が何をやりたいのかっていうのをはっきりする必要があって、でそれがはっきりしてからどうやっていくか、だからその山登るのにどこの山に行きたいのか、何地方に行きたいのか、でそこにじゃあ山登るんだったらこっちから登るとかどうやって登るとかあると思うんですけど、まずその目的を持つのは非常に大切なんではないかなというふうに思います。なるほど。そしてあとのりこさんがすごく大切にされているのが、その
ライフステージにって、さまざまなライフステージにいる女性がっていうふうに、やっぱね、熱いメッセージを語っていらっしゃるんですけれども、やっぱり、なんて言うんだろうな、やっぱ今まで、この、なんて言うんだろう、一つ前のジェネレーション、前の前かな、本当に、のジェネレーションの方たちとかっていうのは、やっぱその、ね、ずっと仕事始めたらそこでずっと仕事をする、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないんですけども、うんうんうん、ずっと外で同じ仕事をするみたいな感じで、それって結構どちらかというと、男性社会というか男性世界というか、その考えですよね、はい、それがキャリアというか仕事っていう風になってるけど、やっぱり私たち女性ってやっぱライフステージってすごく大切ですし、もしも女性の方で子供を、うん、もしもじゃあ産むって言って、そしてね、授かることができた時に、やっぱまたそこで働き方とかっていうのも変わってきますし、はい、また子供が成長したら、それなりにまたライフステージっていうのも変わってきますし、そこでやっぱりなんだろう、一回こう仕事をしちゃったら、この働き方じゃダメなんじゃないかなっていうふうにこう考えがスタックしている方とかってまだいたりしますか？はい。やっぱり社会が、特に日本の場合は社会がまだそうだと思うんですね。なるほど。ですので、大きな企業になると結構女性の管理職が増えてるところとかもあると思うんですけれども、うん、そういった中でも実際見てみると、実際上に登ってる女性はみんな、ご結婚されてないとか、お子さんいらっしゃらないとか、うん、そうすると、やっぱり、子供も持ってキャリアもしたい方にとってはロールモデルにならないと思うんですね。うん、ですので、女性ならではのこともプライベートでしつつ、キャリアもって考えると、やっぱり今、恵美子さんおっしゃったみたいに、昔ながらでの、こう、一つの会社に入ってずっと行くっていうんではなくて、いろいろこう、フレキシブルにいろんなことをしながらキャリアも積んでってっていうことになると思うんですけれども、うん、それをその方のこう強みを活かせながらどうやるかっていうあたりをデザインさせていただきます。うん、なるほど。今ね、おっしゃったように、そのロールモデルっていうとこ、ほんとすごく大切だと思って、私はすごくラッキーなことに、自分が働いてた、環境が、大学の教育機関で、結構女性が活躍する、インダストリーだったので、ラッキーなことに、やっぱり自分のメンターとかも、やっぱ自分にリレートできるようなライフスタイルをしている方が多かったんですよね。だからその人たちを見て、私もこう管理職とかに行ってもこれは可能だなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりそういうロールモデルが周りにいない、または周りがみんな男性だと、こうメンターの人で、別に男性にがメンターになっちゃいけないとかでも全然ないんですけど、やっぱね、リレートするって、そのライフスタイルっていうところで、やっぱ男性の生き方と女性の生き方っていうのは、やっぱ違ってきたりするとこもあるとは思うんですよね。だからそれでやっぱ相談する相手がいなかったりだとか、周りとのね、スケジュールとやっぱちょっと私とのは違うなとかって、そういうのもね、女性の壁というか、ね、まだまだこれからその辺は社会がこう変わっていかなきゃいけないとこなのかなって今聞いてて思ったんですけれども。はい、本当にそうだと思います。おっしゃるように男性だからロールモデルとかこうメンターになれないわけでもなくって、私最初の会社は経営コンサルの会社だったんで、本当もう全員男性だったんですよ。でそことかは、ちょっと私この先どうなるんだろうっていうのがあったんですけれども、いくつか転職した後、子供が生まれた直後ですね、はい、その時の私の上司の方とかはイギリス人の方だったんですけれども、はい、で私はその頃日本でもともと働いていて、うん、主人がローマにいたので、妊娠してローマに来たと、はい、で仕事どうしようかなって言って、娘が生まれて3ヶ月ぐらいの時にですね、そのイギリス人の方にコンタクト取ったら、ああ、じゃあよかったらパートタイムで家から仕事するって言ってくれたんですね。あ、うん、それが今から20年でもないけど15年ぐらい前なので、やっぱり結構当時パートタイムで家から仕事っていうのはあまりなかったじゃないですか。そうですね。なので本当にありがたくって、私としては、うん、で。彼はシンガポールにいたんですけれども、私はローマにいて、本当に、ね、電話とメールで。すごい。彼がそこでおっしゃってくれたのは、彼の奥さんは専業主婦だったんですけれども、
まあ、彼の奥さんもこう力があるのに専業主婦になっちゃってもったいないと。で、あの女性で仕事をしたい人がそのお子様がちっちゃい数年だけのために一生のキャリアをこう諦めるっていうのはもったいないから君に続けてほしいからこういうなんかオポチュニティをあげるよみたいなこと言われてすごくあの今でも覚えてるんですけれども、なのでそういったメンターの方が世の中にどんどん増えていただけると、なんかもう変わるんではないかなと思います。本当ですね。本当にやっぱ男性でも、その女性のライフステージのところを理解していただけたか、これはやっぱりその、ね、女性の問題とかでもないですし、お互いが、こう、ね、私はあの男性女性って言って、こう、きっぱり切るのは好きじゃないしね、女性って言ってもいろんな、あの、インクルーシブな女性のターム使ってるんですけども、やっぱりね、あの、実際こう、蓋を開けてみると、こう、お互いに理解して、お互いに変えていかなきゃっていうところを本当に、まあ、聞いていて思いました。そしてそういう中で、こう、いろんな素敵な方と出会って、いろんな国で働いて、はい、キャリアを積んできて、コンサルティングで初めはどんなことをやられてたんでしたっけ？あ、初めはあの戦略の、あの経営コンサルですね。経営コンサルから始まってずっとその感じですか？それとも何かこうなんだろう、あ、変えました、こういうのもやりたいと思って変わって、はいはい、その辺はちょっとどんな感じか教えていただけますか？はい。2、3年その経営コンサルにいたんですけれども、はい、本当にもうなんか理系の男性ばっかりだったんですね。で、ちょっと私この先が見えないと思いまして、はい、その時も今から考えると誰かに相談してればよかったんだろうなと思うんですけれども、まあ、相談せずに、ロレアルという会社に転職したんですね。あ、はい、でなぜロレアルかっていうと女性が多そうなことと、あと私フランス語を大学で専攻してて、なるほど。で、それなんか忘れちゃうのももったいないんじゃないか、みたいな感じで、でも考えてて、ロレアルっていうところに行きました。うん、で、行ったらば、その時東京だったんですけれども、外資系ですごい、フランスしてるのかなと思ったら、その会社のある部署が、日本の会社を買収したばっかりだったんですね。うん、で、行ったら、なんかもう日本のおじさんばっかりの会社ですっごい日系だったんですけど。で、それもすごいカルチャーショックを受けてびっくりしたんですけれども、まあ今思えばそこでの経験も非常に役に立ってるなと思います。うん、なるほど。ね、なんかイメージとは逆に。イメージと全然違って。はい、でも、あの、じゃあ買ったっていうことは、だんだんなんか変わってはいったんですかね、もちろん。職場の文化とかっていうのは。あ、そうですね、そうですね、はい。その後にビジネススクールに行きまして、はい。でその後は、まあ、イギリスとかヨーロッパでベースで、まあ、その時お酒の会社だったんですけれども、その中のまあ戦略部門とかマーケティングとかそういったことをしておりました。なるほど。じゃあ本当に一本のこれだけをやるっていうことじゃなくて、先が見えないと思って、はい、そこから何か自分でキャリアのシフトをして、で、またエデュケーションをしてって、どんどん、あの、ね、こう、キャリアを、なんかこう、エボリューションですよね、もう本当に。変えながら、ね、ライフをこう、豊かにしていったのりこさんなんですけれども、こう、やっぱ転職ってね、多分、女性の方でも、やっぱりこう、ただ単にお給料のためにとか、ただ単にお小遣いのために仕事ってしたくないじゃないですか、やっぱり。はいはい、だから、ね、やっぱその、転職っていうところも、多分、あの、のりこさんは、こう、エグゼクティブコーチとして女性をね、すごく多くの方を、あの、サポートされてると思うんですけど、実際じゃあ、こう、キャリアが変わっていたのりこさんは、なんか、どれが転職、多分一つだけではないと思うんですよね。これ一個ってことでもないかもしれないんですけど、はいはい、なんか、どんな感じにしてこう、あ、これが私の転職だなっていうなんか気づきとかがあって、実際何が今のこのライフステージは何が転職と思って、あの、お仕事をされていますか？はい、ありがとうございます。本当に転職ってなかなか見つからなくって、で、私見つからないんですって相談に来ていただく方いらっしゃるんですけど、あ、なんかそれ普通ですよみたいな感じで私はお話しするんですね。で、私の今の仕事は本当に転職だと思っていて、それは私のまあ今までの経験と、まあある意味私の強さを掛け算できたからと思ってるんですね。はい、なるほど。で、先ほどあの私のキャリアがエボリューションっていう
ふうにおっしゃっていただいたんですけれども、そんなエボリューションじゃなくてですね、もうとりあえずわからないから右に左にいろいろやってみたっていうだけだったんですけれども、うん、それをこう思い起こしてみると、まあ、転職って思えるようになったのはやっぱり結構30代後半とかになってからかなと思いますね。なるほど。で、どうしてそうなのかっていうと、おそらく自分の強さが分からなかったんですよ。うん、で、20代の時とかって、あなたはこれが強いねって言われても、それがこう、うまく自分で分からなかったりとか、あとやっぱり経験が少なかったから、とかってあると思うんですけれども、なかなかその自分の得意っていうのは本当に何なのか、自分が何やりたいのか分からなくて、本当にいろんなものをこう試してもうトライアルしてる感じでした。で、それが分かるようになってきたのは、まあ、海外の会社で日本人一人っていうポジションだった時だったんですけれども、こう日本人一人って英語が母国語じゃないとやっぱり結構大変なんですね。うん、でそういった中で、なんか私はこの会社に何を価値提供できるだろうって考えたときに、やっぱり自分の強さを理解して、それをなんか、みんなに理解してもらう。そうするとなんか、これだったらのりこに聞けばいいよね、みたいのが、分かってきたときですね。そのときに、これは私の転職だなって思えるようになったんですね。なるほど。で、これだったらのりこに聞けばいいっていうのは別に自分で勉強したものとか大したものじゃなくて、まあ私はその時ヨーロッパにいたので、まあ、日本のこととかアジアのこととかはのりこに聞けばいいとか、うん、あとやっぱりまあ日本の方ってこうおもてなしとかサービス精神とかありますので、はい、まあ、そういうちょっとおもてなしとかサービス精神とかお客様に対してどうしたらいいかっていうことは、まあのりこに聞けばいいみたいな感じで、だんだん私のポジションが会社の中でも自分の中でもクリアになってきたんですけれども、まあ、そういった自分の強さ、自分の得意が分かってきてから転職っていうのが分かるようになってきたかなと思います。なるほど。その自分の強み、自分の得意なものっていうのも、やっぱただ単に仕事をしていても気づかないというか、こう当たり前にできちゃうこととか、ね、簡単にできることとか、はい、もう自分に身についているものだから、うん、これが強みだっていうのに気づかない。気づかないですね。でね、思ってしまうんですよね。はい、だからそうなった時に、そこにこう気づくために、のりこさんもこうなんか意識されてきたのか、それとも何か誰かが常に言ってくれている声に耳を傾けたのか、なんかその辺はどのようにしてのりこさん自身が、あ、これが私の強みなんだって、こうなんて言うんだろう、こう、旗をこう一本立てれるような、なんか思いっていうの、何かこう意識されてきたこととかっていうのはありますか？はい。まあ私がその会社、いた会社がですね、海外の会社ですごくフィードバックをしてくれるカルチャーだったんですね。でそうすると、まあ年末のこう、評価みたいなのあると思う、人事評価みたいなのあると思うんですけど、普通の会社って。なんかその年に一回上司と会って、あ、私はこれが良かったんだ、これが悪かったんだっていうよりも、毎週その上司とそういう話をして、これが君いいよねとか、これが良くないよねって、常に言ってくれるような環境にいたんですよ。はい、でそうすると、だんだん私ってこういうのが強いんだなっていうのが分かってきて、やっぱり人に常に言われてないと分からないと思うんですね。で、恵美子さんおっしゃったように、本当に自分の得意なところって結構自分にとっては常識なので、それを人に、これが強いねって言われても、いや別に、みんなもきっとそうでしょうぐらいにしか思わないんですよ、多くの方は。なので私もそう思っていて、ただある時に、やっぱりこう自分がマネージャーになって下の人をマネージしたりとかしてると、あ、みんながそうやってやってるわけじゃないんだなっていうのがすごく見えてきて、そうすると、もしかしたらこれってみんなができなくて自分が得意なことなのかもしれないっていうのがだんだん分かってきました。で今の私がお話しさせていただいている方とかクライアントさんとかにはやっぱりなかなか自分の強みわからないので、会社とそういう環境行ってくれる環境でない場合は、まあ、近くの方にとりあえず聞いてみてくださいっていうことをお勧めしてます。なるほどなるほど。やっぱじゃあそういう意味では多分のりこさんもこうリーダーとかこうエグゼクティブのポジションにいられる方とかも多分コーチされてたりとされてたりすると思うんですけど、やっぱリーダーとしてもそこはリーダーのね、やっぱマネージャーとやっぱリーダーっていうのはこう違うじゃないですか。ただ単に仕事を、ね、はいはいはい、マイクロマネージするような人間ではなく、リーダー
リーダーっていうのはやっぱりその人の、あの仕事のね、パフォーマンスとかを上げてあげるっていうのももちろん、それもサポートとかコーチングをね、通して大切なことだけれども、こう、人生を豊かにしてあげる。この、その人の先を見せてあげる。ね、先ほどのりこさんが、あ、ここで働いてても先が見えないっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。だから、ね、やっぱリーダーとして、そのチームの良さ、一人一人の良さとかユニークなところとかをしっかりと理解してあげて、そこで本当にそのフィードバックとして、あのね、年に一回待つのではなく、常にそこをこうコミュニケーションでこう押し、あの気づかせてあげるっていうのはすごく大切だなって本当に今聞いていて思いました。はい、あの本当におっしゃる通りだと思います。あの私リーダー、素晴らしいリーダーの方で、まあ、何人も働かせていただいたんですけれども、うん、よくこう、特に日本でリーダーっていうと、まあ、社長さんとかっていうと、なんか全てを知ってなくちゃいけないような感じだと思うんですけれども、逆にリーダーの仕事って別に全てを知るわけではなくて、yes. 自分の下にいる人に方向性を見せてあげて、そしてその人たちが一番仕事をしやすい環境づくりをしてあげることだと思うんですね。うん、なので、ある私が、あの、なったファッションの会社で、いきなり、こう、ジェネラルマネージャーになったんですけれども、私、ファッション業界の経験が全くなかったんですよ、その時。はい。どうしようと思って、で、下に、あの、バイヤーさんとか、あの、まあ、その、ファッション、あの、売る人とかいろいろいたんですけど、ファッション関係の。全然私わからないから、うん、とりあえず私ができることは、まあ、会社の方向性はこっちだから、みんなお願いねっていうことと、あの、あなたたちが仕事がしやすいように、もうできるだけバリアは取るのが私の仕事かなと思ったんですね。うん、でそのバリアって大体まあバジェットかその時間かやることが多すぎるとかあとはリソースとかだと思うんですけれどもあとまあ部署同士が話さないとか、まあ、そういったことを取り除いて、まあ、皆さんのモチベーションをいかに上げて仕事をしやすくしてあげるかでその時同時に恵美子さんおっしゃるように、まあ、自分の強みを生かせるようなところにそれぞれの方を置いてあげることなので、まあ、そういったことが大切かなと思っております。はい。あの、私も、仕事で、アメリカのね、仕事、職場で、なんだか知らないけど、リーダーシップのトレーニングが多くて、プログラム、アメリカとかね、多分、ウエスタンなカルチャーってね、リーダーシップのトレーニング大好きだと思うんですけど、私もいろんなこと、ところで参加させていただいたり、こう、カンファレンスに行ったりとかしたんですけれども、私も、今話を聞いて思い出して、一つ、ちょっとどの方が言ったかを忘れてしまったんですけど、すごい有名な、やっぱその、パーソナルデベロップメントの有名な著者の方なんですけれども、うんうん、リーダーっていうのは、バスを、大きなバスがあったとしたら、リーダーが運転しちゃいけないんだっていうふうに聞いて、はい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 、リーダーの仕事は、今だからのりこさんがおっしゃったように、どの位置にそのチームの席を決めるかがリーダーの仕事だって言って、だから別にリーダーはいつも運転席に、だからむしろ運転席には座るなと。そうですね。はい。うん、だから リーダーとして後ろに座るのか、助手席に行くのか、それとも逆に行ってらっしゃいと送り出すだけでいいのかっていうふうに聞いたときに、わーって思ったんですよね。私はもうリーダーって、まだ初めてリーダーシップっていうのが分かんない時とか、もう本当リーダーっていうのはもう自分で頑張って運転しなきゃいけないと思ってたんで。はい、思いますよね。うん、そう。だからもうその話を聞いた時にもう私の頭の中ではもうなんか、もう blow my mind って感じでしたね。もう、oh my gosh、そうなんだと思って。そう。だからね、本当にリーダーとしてはやっぱその仕事にこう追われちゃいけないなっていうのは、すごく感じました。私も本当に、ね、やっていても、はい、なかなか、なんていうんだろう、こればっかりはこう、いくらね、リーダーシップの本でたくさんありますけど、勉強したってやっぱ実践的なことっていうのもたくさんあるのかなと思って、はい、あ、素晴らしい、すごいです。もうやっぱり、もう本当になんか掘れば掘るとなんかすごい素敵なお話がたくさん出てくると思うんですけど、じゃあ実際に今ね、国際エグゼクティブ、名前もすごいかっこいい、国際エグゼクティブコーチとして、ご活躍されてるんですけども、今後のりこさんはなんかどんなビジョン、なんか、まあ、今後とか今のね、ビジョン、どんなビジョンを持っていて、今後なんかどのようなのりこさんを
こう、のりこさん、のりこブランドが生まれてくるのかなと思って、ぜひ、ね、何か今やっていることであったりとか、何か、プログラムとか、あとはまたね、コーチングがオファーされているし、なんかいろいろね、やられてることとかもあるので、ぜひ、このポッドキャストを聞いて、わー、のりこさん、I need her って思う人もね、いると思うので、ぜひ、どんなビジョンをお持ちで、これからどんなことを、今どういうことをやっていて、どんなことをやるのかっていうのをね、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。私は今主に女性の方をサポートさせていただいておりまして、で、日本人の女性って、こう、世界的に見てもすっごくレベルの高い方だと思うんですね。はい。で、日本の国内でもそうですし、まあ、海外にいらっしゃることも含めてなんですけれども、もっともっと皆さん活躍できる、こう、ポテンシャルがすごくあると思うんですよ。ですので、まあ、そういった方を、こう、なんか、アンリッシュポテンションって感じで、本当に、皆さん一人一人が自分が何がやりたいのか、自分の強みが何なのか、で、そしてやりがいが何なのかっていうことを見つけて、一人一人が、こう、最高に生き生きと輝いていただくことが、まず一つの目的です。で、それによって何がしたいかっていうと、まあ、その日本人の女性のパワーによってですね、日本を元気にしたいんですね。うん。で、日本を元気にしたいって言ったときに、私最初にアメリカに留学に行ったのが90年だったんですけれども、その頃はこう、日本がすごく元気で、なんか行くと、なんで日本ってあんなすごいのって外国の友達にみんな聞かれたんですよ。うんうん。エンリコとか、Why is Japan so rich? とか言って、いや、その頃私10いくつだったんで分からなかったんですけれども、うん、それが今は、まあ、海外いろんなところにいますけれども、日本ってこう文化的には素晴らしいし、こうすごくリスペクトしたい、みんな大好きな国なんですけれども、なんか日本のこう、日本すごいねとか、日本のこうイノベーションがすごいねとか、ビジネスがすごいねっていう声はほとんど聞かなくなってきてると思うんですね。うん、でそれがどうしてかっていうと、やっぱりまあ日本のその会社のデシジョンメイキングのスピードが遅いとか、まあ、グローバルスタンダードについていってないっていうのがあると思うんですけれども、はい、まあ、それを変えられるのは日本人の女性だと思っているので、ちょっと長くなったんですが。そう、日本人のこう、女性が一人一人がですね、もう最大限に輝くことで、世界における日本のポジションを変えたいなというのが私のビジョンです。本当ですね。本当に私もそのビジョン、本当にサポートしたいです。本当に。ありがとうございます。もう女性ですよね。これからはもっともっと女性がこう、働くのか、まあ、活躍するっていう、そのいい、なんていうの、活躍するって言っても活躍ってどういう意味って聞かれたらなんかうまく私は説明できないんですけども、社会でね、働いて本当に一人一人がこう強みっていうことを理解して、ね、のりこさんがおっしゃったように、はい、その最大限にね、ポテンシャルを使って、お仕事をすることで、ね、経済も変わってくるし、またね、今すごく注目されているグローバルの男女のね、はい、ギャップのね、ですね、ギャップの、何でしたっけ、日本語でちょっと名前が出てこないんですけども、はいはいはい、差が生まれてるっていうところで、はい、すごくそういうの大切だし、なんか本当に、もう、なんて言うんだろう、簡単なところで言うと、テレビとか、はい、昔はね、お店に行くと、日本の、何でしたっけ、シャープとか、シャープ、ソニーとかね。ソニーとかっていうのが、ね、はいはい、たくさんあったんですけれども、もう今、私、アメリカのことを言ってるんですけど、もう今、うん、日本のテレビなんて見ない。残念ながら見ないんですよね。ちょっと私もアメリカにいるときに初めて働いた仕事が、シャープ。はい。の会社だったんですよ。もう、オフィス多分ないと思います。残念ながら、こっちには。うん。だからね。そうですよね。で、日本の女性が働くって私が申し上げるときに、別に会社で働く必要は全くないと思うんですね。うんうんうん、うん。で、今、確かに。だからこそ今できるよ、多くの女性が働ける、まあ、働きたかったら働ける環境にあると思うんですけれども、もう本当インターネット一つあれば、で、ソーシャルメディアとか使うと、今もう本当何でもできる時代になってると思うんですよ。うん、はい、そうですね。これが、私がローマで子供ちっちゃい子がいて、そのリモートで働いていた頃とかもう本当比べ物にならなくって、うん、今どこにいても、まあ私は日本人の方々にイタリア、ミラノからお届けしてるんですけれども、言葉の壁もないし、こう、時間の壁も、あらゆる壁が取っ払われて、本当に自由を手に入れられる時代だと思うので、だからこそ女性の方に活躍、しやすい環境になったから活躍していただきたいなというふうに思います。うん、
本当ですね。本当に。ちょっと今、ちなみにググったんですけど、このグローバルジェンダーギャップリポートっていうのがありまして、2020年のジェンダーギャップの指数っていうのがあって、日本は121位なんですよ。146のうちの。あ、違うか。153カ国中121位っていう。で、その前の年は110位だった。たんですけれども、そこからまたランクダウンの結果になったっていうふうに書いてあります。随分怒っちゃいますね。本当に。でも多分日本は逆にその指数が出てきて、もうみんながショッキングでね、何でしたっけ、ウーマノミクスでしたっけ、なんかね、はいはいはい、総理の方が女性もっと女性をみたいにやって頑張ってたけれども、2020でまた121と、いや他の国がどんどん上がっていくからまた。ね、日本は多分、こう、努力してると思うんですけども、やっぱ他の国がこう頑張っちゃうと、日本がどんどんまた取り残されていくっていう、すごい悲しい結果になってしまったんですね、これ。はい。なるほど。素晴らしいです。もう本当にどうもありがとうございます。ということでですね、こんなのりこさんに、Her Confidence Halfway のパワークエスチョンを聞きたいと思います。Are you ready? はい。Okay, sure.Thank you. Okay, first question. のりこさんにとって自信とは何ですか？そしてどのようにして自分を信じてあげていますか？はい。自信っていうのは本当にもうビッグプロブレム、ビッグイッシュで、みんなが自信がない、自信がないって思ってると思うんですね。で、これってすごいキャリアの女性でもそう思ってるんですよ。うん。で、男性でも思ってると思うんですけれども、特に女性は本当にもう素晴らしいキャリアを持ってる人がもう自信がないっておっしゃってるので、もう本当にもうみんなに共通してる、ことだと思うんですね。で、まあどう自分を信じるかってことなんですけれども、まあとりあえず自分を褒める。頑張ったね。今日は起きて何とかしてるね。今ポッドキャストで話してるね。でも本当にちっちゃなことで、今日子供にご飯あげたねとか、もうそういうちっちゃなことでも褒めるっていうこと一つあるんですけれども、まあそんなこともやってらんないよとかできないよっていうのもあると思うんですけれども、まずですね、私は小さなゴールを設定して、そこで小さな成功、本当にスモールサクセス。で、すごいベイビーステップで、そのスモールサクセスを繰り返すことによって小さな自信を繰り返して、こう、あ、できたんだ。あ、これもできたっていうふうに自信をつけていくっていうことをしていますね。なので一つ一つのそのステップが大きいと、やっぱりあ、これもできなかった、あれもできなかったって言って、ほんのできない方に目がいってしまいますので、もう本当にちっちゃな、ベビーステップにして、あ、これもできた、あれもできたって、そのできる方に目がいくようなマインドセットっていうのが大切なんじゃないかなと思ってます。そうですね、本当に小さいことの積み重ねなんですよね。こう大きなことをやって一つでボーンと何か自信をつけようって言っても、それはちょっとなかなか難しいと思うので。はい、ありがとうございます。で、先ほどね、のりこさんがもう何度も何度もリピートしておっしゃっていた、こう、自分の強みっていうところなんですけれども、のりこさんにとっての強み、はい、gifted talent は何ですか？はい、そして今お仕事でどのようにして使われていますか？はい。おそらく二つあると思うんですけれども、一つは、人の強みを生かすこと。人が何が得意で、それをどう掛け算したらいいかっていうのが、結構見えるというか分かるんですね。で、会社に行った時から、まあ、そんなことで部下の、こう、メンタリングみたいなことをずっとしていたんですけれども、なので、この人はこれが得意だなとか、これが上手だな、だからこうしたらいいんじゃないかなっていうのが、きっと分かりやすい。ではないかなってことが一つですね。はい。で、あともう一つは、私結構ビッグピクチャーで、戦略的にものを考えるのが好きなんですけれども、逆に細かいことはすごく苦手でして、今日もですね、時差を間違えたりとか、すいません、申し訳ない。お金の感情とか、本当に細かいことが苦手なんですよ。なので、細かいことが苦手っていうのは見ないようにして、そのビッグピクチャーで戦略的っていうところを生かそうと思ってるんですけれども、そうすると今のクライアントの方々とか、こう起業したいとか、あとキャリアアップをこういうふうにしていきたいとか、転職をこういうふうにしていきたいときに、じゃそこにたどり着く前ときに、どういう戦略で、ビッグピクチャーで見たときにどういうふうに行ったらいいかっていうのが、こう道筋を示してあげるのが得意なんではないかなと思ってるので、その辺を今掛け算させていただいて、こちらのコーチという仕事をさせていただいております。ありがとうございます。そして、はい、そんなのりこさんでも、おそらく、リミティングビリーフ、これはもう勝手なね、
制限だったり、自分でつけてしまう制限だったり、ブロックっていうことを意味するんですけど、メンタルブロック。はい、はい。のりこさんにもリミティングビリーフっていうのはあるんですか？いっぱいありますよ。で、じゃあ、そのビリーフ、リミティングビリーフがあって、それをどのようにして乗り越えていらっしゃいますか？多分ね、あっても、そこでのりこさんは負けちゃわないと思うんですよね。そこで戦って乗り越えることをやって、今に至ってるわけなので、なんかどのようにしてそういうのにこう立ち向かっているのか、ぜひ教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。いっぱいあるんですけれども、まあ一つお話しすると、まあこれ自信にもつながるんですけど、なんか私って役に立つのかな？なんか私ってこんなことやってもどうしようもないんじゃないかとか、誰もアプリシエイトされないんじゃないかとか、うん、まあそういったことですね。で、その時に、まずやってみようっていうのが私の、こう、姿勢なので、とりあえずちっちゃなことでもやってみようと。で、特にまあこのコーチングっていうことは、私会社の中でずっとメンターとかコーチしてたんですけれども、特に起用して、自分でこうやってやっていくっていう時に、本当私これ必要な人の役に立つのかしらとか、こんなことしてなんか、なんとかなるのかしらってすごく思ったんですね。でもとりあえずやってみようと思って、で、まあ、必要そうな人って言ったらあれですけれども、まあ、何人か、ちょっとやらせていただいて、で、そうすると、結構自分の知ってることって人に役に立つんだなっていうのが思えたので、まあ、その辺から、まあ、やってみたら結構いいのかなっていうことで、ちっちゃな、さっきの、まあ、小さなステップ、小さなサクセス、小さな自信ですね。まあ、その繰り返しかなと思います。素晴らしい。本当にもう素敵です。ありがとうございます。そして最後に、のりこさん。のりこさんにとってのパッションは何でしょうか？はい。先ほど申し上げてるんですけれども、本当に女性の方々がですね、幸せになって、やっぱり女性の方が幸せでハッピーだと家庭がハッピーですし、お子様がいらっしゃる方はお子様の背中を見せてですね、お子様がそこについてくるっていうのもありますので、本当に皆様女性の方々が、諦めたり、なんとかだから、女性だから、海外にいるから、数年間仕事をしなかったから、なんとかだからっていう諦めを全てなくして、本当に女性が幸せになるようなお手伝いすることに、こう、情熱をかけております。Yes! Thank you! OK! じゃあ最後の最後なんですけども、このね、ポッドキャストを聞いていて、これからね、なんか始めたいなとか、または、こう、ちょっと違う、こう、なんだろう、何か新しいことにチャレンジしたいなって思っている方が、このポッドキャストを聞いているので、最後に何か、こう、一つ、なんだろう、なるべくこう行動に移れるような何かアドバイスみたいのがあったら、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。何かやりたいなって考えてる方たくさんいらっしゃると思うんですね。で、私も考えてて、こう一人ブレストとかしてる時間あったんですけど、まあアドバイスとしては、何かやりた始めたかったらやってみればってことですね。なんで、とりあえずやってみたらいいと思うんですよ。で、とりあえずやってみる時のリスクって実はあんまりないと思うんですね、多くの場合。ただ、やったときどうなるのかなとか、できるのかなとか、こんなことやってもどうなんだろうって、もうなんか自分の頭の中でいろんなシナリオを考えて、ぐる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 回っちゃうことがあると思うので、それだったらとりあえずまずやってみればいいと思うんです。なんで、もし転職したいなと思ってるんだったら、ヘッドハンターとか、そういうリクルートエージェンシーにコンタクトするとか、その行きたい業界の人を探して、リンクトインとかで探してコンタクト取ってみるとか、起業したいんだったら、その起業したいサービスを、まあ、誰かに無料でもいいからやってみて、まあ、なんてありがとうって言われるかやってみるとか、とりあえず動くっていうことをお勧めしてますね。そうか、本当大切ですよね。こうずっと考えていても何も、くる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 回っちゃってどこにも行かないというか、はい、逆にね、もう、無理っていうふうに自分で勝手に無理っていう答えが出てきちゃったりとかしますもんね。そうなんですよ。で、その時にあともう一つ大切なことがありまして、ごめんなさい。はい、ぜひお願いします。誰の周りに身を置くかっていうことなんですけれども、なんか新しいことをしようと思っている時に、例えばすっごいコンサバな方々、の周りに身を置いていると、おそらくやめた方がいいよって言われると思うんですよ。なので、何かやりたいなと思った時に、それを誰に相談するかとか、周りにどんな人を置くかってすごく大切なので、まあ、それを考えて、まあ、そういったところに、まあ、戦略的に自分で身を置く。で、今の世の中って、オンラインでこう、いろいろなコミュニティとかありますので、そういった、まあ、場所に自分で身を置くってすごく簡単だと思うんですね。ですので、自分がなりたいなと思う人がいるところを探して、そこにいると、きっと、とりあえずやってみようって動けるし、
その周りの人と同じような自分にすぐなれると思いますので、それも大切だと思います。本当に。で、今おっしゃったそのね、周りに自分が自分の身を置くっていうところなんですけども、のりこさんが実際に運営されている Facebook のグループにね、先ほどちょっと紹介させていただいたんですけども、本当に素敵な女性がたくさん、ね、いらっしゃるので、ぜひのりこさんが運営しているそのじゃあグループと、あと、ね、のりこさん素敵な e-book も書かれていて、そういうものもアクセスが私たちもできるということなので、ぜひその辺も教えていただけますか。はい、Facebook グループの方で、Facebook の方でグループを立ち上げておりまして、で、その中で私が定期的に、Facebook ライブをさせていただいたりとか、あと、本当にいろんな素敵な、方々をですね、お招きして対談をさせていただいたりしております。ですので、そちらのグループの方にもしよろしかったら入っていただけたらなと思います。で、あと ebook の方なんですけれども、こちらの方もリンクを貼らせていただきまして、まあ、私のグローバルキャリアに、対する考え方、まあ、女性の仕事に対する考え方とか、あとまあその e-book って結構自分史みたいになってるので、まあ、私がどんな時どんなぐらい困ったかとか、そういったことも書いてるので、もしよかったら読んでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。じゃあその e-book はどこでリンクというかウェブサイトとか。そうですね。後ほどリンクの方を話していただきます、はい。お伝えさせていただきます。はい。お願いします。はい、そしたらね、私もじゃあ、私のウェブサイトの方で紹介させていただきます。とりあえず、じゃあ、まずは、Facebook ね、行くとのりこさんのもう、はい、本当にもう、いろんな経験をお話ししていただいて、ね、ライブ配信をされたり、本当に素敵な方を女性にインタビューしていただいてるのでね、ぜひぜひ皆さん、そちらにも、足を運んでてたら変ですね。参加してみてください。もう本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。There you have it. I hope you had enjoyed my conversation with Noriko. どうでしたか？もうすっごいいろんな人生経験が豊富な方なので、もうなんか掘ったらもっと出てきそうなぐらいたくさんね、学ぶことができました。私がすごくなんか素敵だなと思ったのが、この日本で、日本人として海外で働くときに本当に英語っていうところでは壁があるけれども、逆に日本人としてなんか のりこさんといえばこれみたいな、こういうそういうなんていうんだろう、自分でこう価値提供ができる、こうユニークな強みっていうのをすごくしっかりと理解することができたっていうふうにお話をしてて、それがすごく努力しなくても簡単に価値提供できるもの、それが強みなんですよっていうふうにお話をねしていただきました。なので皆さんも本当に、私も強みっていうのはすごく大切にしていて、実は私が初めて出したオンラインのコースが実は本当にその強みを発見するっていうね、コースだったんですよ。で、昔はそのプログラムみたいな感じでグループでコーチングやってたんですけど、今そのプログラムはもうデジタル化してコースだけなんですけれども、それほど私も強みっていうのは大切にしています。 OK? That is all for today. もしもまだ私の公式ニュースレターに登録していない方、登録するとパッションを見つけるワークシート、そして自分がビジネスをするのに合っているかっていうね、チェックリストを送っています。無料でプレゼントしています。そして Her Confidence Harvest Sisterhood Community では、毎週火曜日にライブでビジネス、そしてビジネスマインドセットの Teaching Tuesday をやっています。 OK、 なのでね、まだそこも参加していない方、ぜひぜひ参加してください。 Remember, you do not have to downgradeyour goal or your dream or whatever you're going for, okay, to just fit your reality, because you, there's no reason for you to set a goal or dream to fit your current situation. You're going forward, right? And I think you're gonna say this, oh, I worried about what other people are gonna say. No.Other people are not gonna say much. Actually, the person who's gonna tell you no, or the person who's gonna tell you that you can't, is you, yourself. That's why inner work and the mindset work is so important. Those strategies, all those strategies are easy. Those are easy to learn. But here, in mind, I'm pointing my head, your mind is the hardest one to change.Get it? That's why I am so passionate about helping you to break through your limit. All right, that is all for today, and have a wonderful day. Bye-bye.